プリンセス・キャロライン・砲台は、イギリスの海外領土であるジブラルタルにある砲台。プリンセス・キャロライン展望台とも呼ばれる。これは、アッパーロック自然保護区の北端にあり、ウィリスズ・ロードとクイーンズ・ロードが交わるところにある。近くのプリンセス・アン・砲台は、しばしばこの砲台と取り違えられることがある。プリンセス・キャロライン・砲台はイは1732年に作られ、ジョージ2世の娘である。 キャロライン王女にちなんで名付けられた。そして1905年に改修され、6インチのマーク、セブン砲が弾薬庫の真上に据えられた。後、砲台は廃され、大砲は撤去された。地下の弾薬庫は記念室を含む軍人参センターとなっている。ジョージ2世の娘たち。左からアン、アメリア、キャロラインで、いずれもジブラルタルの砲台の名になった。 プリンセス・キャロライン砲台は、イベリア半島南端にあるイギリスの海外領土である、ジブラルタルにある。この砲台は、アッパーロック自然保護区の北端にあり、下に、ムーア城、上に、プリンセス・アン砲台がある。場所は、ウィリスズ・ロードとクイーンズ・ロードの交わるところで、町からは、全社でアクセスする。この砲台は1732年に作られ、ジョージ2世の三女である。 キャロライン王女にちなんで名付けられた。しばしばプリンセス・アン・砲台と取り違えられることがあるが、それはプリンセス・キャロライン・砲台が面するウィリス・ズ・ロードの交差点を通ってアクセスされるからである。この砲台はジブラルタル包囲線で使われ、修繕が必要になった。1871年には9インチの市場式先米法とエルズイクオードナンス・カンパニー製の方が、 プラットフォームが据え付けられた。1905年、砲台は改装され、弾薬庫の直上に6インチのマーク7砲が据え付けられた。今は砲台は廃されて大砲は撤去されたが、弾薬の供給に使った当時の昇降機は今も残っている。6インチの弾丸を打ち出すための火薬は一つの部屋に収められ、そこには三つの小さな窪みで作った小窓があった。 それぞれの窓にはランタンが置かれ、裸火による危険がないようにして、弾薬庫を照らした。火薬は床の高さにある搬出用を昇降口から運び出され、昇降機で持ち上げられ、大砲についている兵士らに渡された。火花による不慮の爆発事故を防ぐため、兵士らは隣の離れで衣類を着替え、特製の靴まで身につけた。弾薬庫の直上に据えられた6インチのマークセブン砲。 プリンセス、キャロライン砲台の軍事遺産センターは、小さな地下の展示施設である。砲台であった時代の遺物に加えて、ここには記念室が設けられている。それらの遺物は、18世紀から現在に至るまでの武器、弾薬、その他の品々といったものである。記念室には、18世紀初めからジブラルタルに、駐屯した連帯の天候風景が展示されている。加えて、 英空軍と英海軍の軍機も展示されている。また、イギリスの連隊を記念する記念碑もある。これには、具体的な名は挙げられていないが、表面には次のような剣能の字が刻まれている。ジブラルタルを守るにあたり、思考の犠牲を捧げたすべての者の,の記念として捧げる。プリンセス・キャロライン放題は、ジブラルタル遺産トラストに登録されている。ここは、 ジブラルタル観光委員会の管理下にあるが、日々の運用は私、企業に委託されている。このやり方は、お腹放題のそれと同様だが、お腹放題の一般公開はもっと最近の2010年で、ある。2011年5月、プリンセスキャロライン放題とプリンセスアン放題は、ジブラルタルイサントラストが講演する、第22回年次絵画コンクールのテーマとなった。コンクールの受賞者には、 ジブラルタル総督のエイドリアン・ジョーンズから賞が手渡された。ありがとうございます。